エクソメンバーの別居シューミン、チェンの代理人を務める法律事務所 LE は SM エンタテインメントが6月1日に発表した2つの別々の声明、声明1と声明2を受けてフォローアップ声明を発表した。韓国標準時6月2日の LE によると、 SM エンタテインメントが外部勢力のせいにしようとする公式声明を発表したことを知り、クライアントは言葉を失っているとのこと。同法律事務所は声明がアーティストに対する SM エンターテインメントの真の態度を反映しているという事実を考えるとさらに恐ろしいことだと続けた。外部勢力、私たちのクライアントは自分自身で考え行動し決定を下すことができる自律的な人間です。彼らの収益と残高の記録を要求するという決定は個人的な熟考と熟慮の末に下されたものであり、外部の力によって引き起こされたものではありません。さらに別居、シューミン、チェンは他の当事者との他の契約に署名しようとしたり締結したりしていません。すると法律事務所はこう明らかにした。収益や残高の記録が外部に漏洩する恐れがあるため、 SM エンターテインメントはアーティストが自分でレコードを閲覧することはできるが、いかなる理由でもコピーを提供することはできないという立場を維持している。しかしこれらの財務記録を取得し、この法律事務所のような外部の専門家に相談する権利もアーティストの権利です。アーティストが個人としてのみ財務記録にアクセスできるという法律はありません。 SM エンタテインメントとの契約の場合、文書を熟読した後次のように述べている条項があるだけです。アクセスが許可されてから最大30日以内であれば、文書のどの部分に対しても正式に異議を申し立てることができます。その結果、LE によれば、この法律事務所はアーティストに代わってクライアントの経済的収益と残高のコピーへのアクセスを一貫して要求してきたが、 SM エンタテインメントは要請を拒否し続け、アーティストたちに専属契約を解除する法的根拠を与えた。これがこの事件の本質的な真実だ。 SM エンタテインメントが影響力のある事務所としての権限と地位を行使して、所属アーティストに除霊契約を強制したという以前の告訴告発に関して、エクソの別居、シューミン、チェンも同じ立場を維持し、 SM をビジネス取引を獲得するための権力と地位の違法な行使を非難した。最後にエクソメンバーは今後のグループ活動についての立場を説明した。この法的紛争がどのように解決されるかに関係なく、アーティストたちはエクソとしてチーム活動を熱心に継続することを約束すると発表した。